新潟県テレビ情報。バッっモーチじゃめ、め、が、れん、せっけーた、です。どうも、せきたまつおとです。お願いします。<タッ>はい。あの、今回はですね、ツイッターで、これ TVer ではあともうすぐ、で見を、見る期限切れちゃうんですけど、よかった見てくださいって情報くれました。ありがとうございます。<タッ>はい。その情報をもとに、ちょっともうこの動画アップしてるとき、 僕の今の仕事状況的にいつアップできてるかわかんないので <laughs>、だいぶ後になってもちょっとかなり前じゃないかと言われるかもしれないんですが、あの面白いいろんな番組ありますね。新潟県のとある港が紹介されてたので、その番組紹介したいと思います。それではお願いします。さあ今回ですね、あの新潟のね、とある港が紹介された番組は、BS 朝日で放送されている魚が食べたい。 地魚探して3000という番組に紹介されました。いやー、これやっぱ BS まで行くとやっぱ広いですけど、知らなかったな。情報ありがとうございます。で、紹介された港はこちら。そう、寺泊港でございます。まあ、寺泊って言うとね、我々は魚のアメ横、そう、寺泊鮮魚センター行くことありますけど、港って言うとね、なかなか馴染みないですが。 あのー、ディレクターさんがね、同行していくスタイルで、スタジオで、あの、山口智美さん、グッさんが見てるみたいなスタイルの番組でしたね。で、小南ディレクターという魚検定順一級の方が朝早い時間に行って、あのー、寺田前で20年以上有料船を運行している遠藤船長と共に、はい、あの、海へ出ます。で、ここでしか食べれない、食べることができないお魚、春を告げる魚、正解。 バチメ。はい。正解バチメ。あのー、薄めバルと、全国的には呼ばれてるんだけど、寺田前では正解バチメ言われてんだわ、言うて。で、25センチにぐらいの大きさになるまで7年かかるから、まあ、身が締まって脂を乗って美味しいよ、なんつって。で、佐渡では、春を告げる魚はサオラではなく薄めバルなんだ、ということで、佐渡が見える近い沖まで、新潟沖出ていきます。で、 餌はホタルイカを使って、追い食い。で、ね、も知らん。もともと釣りをやらない人間なんですげえ面白かったですけど、そんな、そもそもなんかいろんなやり方あるんですけど、餌はホタルイカかとか、追い食いね。この追い食いっていうのは、次々、次々と魚が餌に食いついていく。何個も仕掛けがお、なんていうんですか、同じこう、糸のところに繋がってて、どん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 餌に食いついてて、何匹も一気に恋のぼりみたいに釣れたりするんだよっていう、の、追い食い。 で、こう、どん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 、釣り頑張りますよ。で、えー、ディレクターさんとその釣り仲間の人と、お4人ぐらいで頑張って釣っていこうと。そしたら、あーあ、案の定の鯉のぼりみたいに4匹一気に釣れるんですよ。この正解パチメが、薄めバルが釣れるんだ釣れるんだバババ,ババババって上がってきてね。で、あのー、もう一人のディレクターさん6匹釣れちゃいましたよ。なんていうね、ワイルドな映像を見て、港へ帰って。 で、昼に、寺泊港で行われているセリを見学。これ夕型にね、寺泊はね、セリやってるんですって。で、まあそこには、ヤリイカがあったり、ズワイガニがあったり、南蛮エビがあったり、新潟で取れる。寺泊で取れるのはね、ヤリイカ、ズワイガニ、南蛮海老の最強、最強メニューがね、並んでると。あのー、そこ一緒に行ってたね、遠藤さんっていう、こう、あの、船運転してた方がね、 俺らは、ヤリイカ2匹くれろかヤリイカ2匹くれろかを、ヤリイカ2匹くれろかってカタカナになってます。ヤリイカ2匹くれろかって言ったんでしょうけどね。それが、もう、別の言語みたいな言われてて <laughs>。ヤリイカをくれると。で、さらに遠藤さんが、俺が調理したのろうかなって言って、はい、こちら。のずみ茶屋。はい。行って調理してきます。 で、ここ、なんてとこなんですかどういうとこなんですかって言ったら、海の家なんて、つってで。浜茶屋夏やってんなって。浜茶屋出た。<laughs> ねあの、海の家は、新潟では浜茶屋言いますから、浜茶屋でやるんて言って、作ってくれました。リイカの作り。正解チメの塩焼きとお作り。で、正解チメの握りもうまいんだぜ、なんて言ってましたけど、美味しそうだったね。リイカの作りなんか最高じゃない甘まくて。 ね、面白い。こういうコンセプトの番組なんですよ。要は、釣り行って釣ったものを地元で取れる魚を調理してもらうっていう。これ面白いよな <noise> はい。別の日になると、あの、魚のアメ横、魚の市場通りへ、ちょっと天気悪いんで量出れないから行きます。で、旬のお魚と紅酢アイが入ったバンヤ汁が200円だよ。あれ美味しいっすよね。うん。そう、寒い時って絶対飲みたくなるんだな。で、南蛮エビと毛ガニを、 買います、そこで。ね。魚の市場通りで。それを持って金、金八へはい、いきます。金八の湯っていう CM でもお馴染みの金八でで、南蛮海老のお作りと南蛮海老の唐揚げ、毛ガニの塩湯で。もうシンプルなやつよ。それを食べる。ディレクターさんが食べて感想を言うっていう。で、45、50分ぐらいの番組やかなめちゃくちゃおもい <laughs> めちゃくちゃおもろい。もうずっと、バーって竹飲みながら見るのは最高版ですね、あれね。<noise> で、えー、その後、まあ、あの、漁、漁業さんというか、港のところでやってる、そのセリのとこ、また別の日行ったら、こう、まあ、サイズが小さいとか、調理がしづらいとか、いろんな理由で売りに出せない未利用魚、ね。 使うことができない魚を再利用しようって言って、今、長岡市と手を組んでやってるんですって。で、そういう魚を、こマま一応、なんか、発泡ールね、箱詰めみたいにして売りに出してる。で、その詰め合わせ、200円でやね、うなって。200円で売ってもらって。で、その中には、ヤヒコ山って呼ばれるお魚もあるんですって。 ちっちゃい魚なんですけど、初めて見るね。で、それを鮮魚店の2階にあるお店。あの、魚の市場通りって2階飲食店だったりするじゃないですか。そこで食べてもらおうということで、弥彦山の唐揚げと、牛頑固っていう、こう、牛のように角があって、顔がもう頑固やじみたいな顔してるっていう、三島おこぜって、おこぜの種類なんですけど、おこぜの種類。それを味噌汁にして、食べて。うまい、言うてました。そして、めちゃくちゃうまそうだった。 いや彦山の唐揚げ。めっちゃ食べたいっすよね。はい、掛け足で紹介してまいりました。魚が食べたい。地魚探して3000個。BS 朝日。あの、ちょっと TVer で期限切れてしまったので、もう見れないんですけど、おもろかったないやー情報くれましたわ。 初めて知りましたけど、だから BS とかの番組もね、TVer でも見れるということなので、いろんな番組も見れるねっていうことで、皆さんの新潟情報をぜひいただきたいかなと思っております。その他にもおまま見た番組をちょっとこう、荒い編集になってしまって申し訳ないですけど、あの僕の喋り、拙たない喋りで申し訳ないですけども、紹介していけたらと思っておりますので、ぜひお付き合いください。さあそれではまた次回でございまーす。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。